続いては大竹新志向有録毎週水曜日は北郎教授本年もよろしくお願いします、うん、おめでとうございます、うん、2024年はどう過ごしますか、うん、もう精力的にガンガン生きるよ口だけ,口だけ <laughs> そう思ってなきゃだめだよ <laughs> だいや、うん、一番大事なのは、うん、何をやるにもね、うん、楽しい楽しいって思う ことに決めてんだよ、今年は、まあ、前から決めて、うん、でも、こういう仕事もね。うん、あ,あ、嫌だなと思った瞬間、ダメだから。結構嫌だと思ったの多いやろ。多い<あ>。今まで。大体、うん、嫌だなってだ。だから、もう。うん 出かける前にあ楽しい楽しいなあって自分自分に言い聞かせ言全然違うあ本当そういうの聞いてると悲しい話まあまあまあでもこの所生時所生児だったね君は持ってるそういう楽しちゃ楽しいと思って言えてないじゃないかまあうん今年の目標うん入院しないあ 消極的だね今年入院しない入院したって脱出するぐらいの感じ脱走だろいろんなところに迷惑かかりますよはい、その前まあでも北郎さんはあれだねなんか役者さんの仕事が結構あるみたいなことを言ってなかったか大変なんだよなんで死にそうの役ばっかなんだよ死にそうの役うん。どういうこといやだからあれだよね あのベッ,ドで、ね、ベッドで寝てるような役とか。ベッドで寝てて喋るない、喉喉、うん、のところになんか気が入っちゃって。あ、いセ、ね、リフが言えない。<laughs> もうそんなんか。のその役。は病院だもん。病院の役なんだ。いやだから、例えばね、役者さんの年間みたいな出てるじゃない、はい、役者さん、いろんな抜いて。こう、こう見てて。 なんか真相な役者になかななんてね探してたら「あここにこの人ねちょうど北澤さんいいんじゃない?」なんて言ってほかのレントメーカー見ながらそんなん決めてんですよねだってだっておいこいつ真相だみたいな意外とでも俺真相な役もう一つあるんだけどもう。 あの意外とあの楽観的に見えるから見てる人が深刻にならないんじゃないかと思うんだよね俺の場合は普段お前の個人的感想でまあ俺がディレクターやプロデューサーだったら寝かみたいと「あこいつ」って思う「大抜て大こいついいぞ」以かねみたい、まあ、なんか名前つけた方がいいんじゃないのなんか死に際役者とかなんかこう。 死に際役者。いや、だから、渋いから演技が俺のやっぱ、ね違うの他の人とは。全然違うんだよ、その弱り方が。弱り方映画の中で死んじゃったりはしてるのみんな生きてます。みんな生きてま最後まで死なない。サンクチェリアも最後まで生きてる。だけどずっと寝たまま、死ぬ目向いて。 でも生きてるって最後に涙なんかすごいちゃんと生きてるって言えてるのそれは生きてる生きてる生きしてる死んではいない見事なね死に際役者の開花と言ってもいいんじゃないですか新しい新しいジャンルね切り開いた感じが今年のね1月2日驚いてなんで驚いた もう腰抜けちゃったんだけど抜けちゃったかうん俺は戻るの大変だね夕焼け酒場で何年以上一緒だった西島まどか安住真一郎そうそう結婚したって言人2日に電話かかってきて安住さんが結婚したってこと知ってますかって言うんだよ西島が「あ知ってるよニュースで聞いたから」相手私なんです」ってそれはちょっと腰抜ける相手私なんですっ うん、よくはもう意外と多分相当長いこと付き合ってたと思うんだけどよく言わずに我慢したよねまあねえらいあいつその,その人はお酒ずっとその番組で飲んでる人な飲んでるよだ酒強い、まあ、プライベートでも飲みに行ったりしてるし強いよ、うん、強いね豪快に口開けて食べるしだんだん 口開けて当たり豪快にって言ってるんだろう上に慶応詞がついてるだろ豪快に口を開けて口を開けて食べるのは当たり前じゃないかバカだねお前は豪快に食べ方が豪快だろそういう口開けていらないんです豪快に口開けてって文章だよいらないんですよ口開けてが豪快に食べるでつるいやだ口の開け方がおめでたいおめでたいよ よくな,なんかねど誰と付き合ってんのって言うと実業家とか言ってたんだよね、うん、うんもうその頃から安住さんと付き合ってたんだよね話がおじんくさかったんだよだからね、うん、でも本当は正月早染めたくてうん。うんうん 無理すんなよってもう頑張りすぎんなよってちゃんとアドバイスしてお前見てたらだいたいそういうのしなくても、うん、あ頑張るのやめよって思うよ <laughs> 頑張っちゃダメなんだってのそういうオーラが出てるからあざみさんは飲むのかしらあ飲むんじゃないのう,ん、うん。でも驚いた、うん、すごいよね、うん、玉の輿だねあ,あそう 安住さんあれだよね一緒に食レポなんかする時も、うん、ちょっと食ってやめないのね最後まで全部食べるのねあそう全部きれいに食べるのだだから一緒にちょっとそんなことやった時も、まあ、すぐどんどん太っていってたねやっぱねいっぱいいっぱいになっちゃうああでもなんか残すのは失礼っていうののああじゃあいいもののタイプは合うね、うん、西島もしっかり食べるんだよ、うん、あそうなのうん,あうんそれはいいかもしれないねかった はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ご祝儀、ご祝儀、ほら。そうそう、結婚式は、い、つするんだったら、結婚式はしない。写真は撮るけど。ええ、そうですね。で、あずみさんも結構の年だよね、でもね。五十ぐらいじゃない。そう、五十、まあ、ちょっと晩婚だよね。で、その女の人はいくつぐらいなの。えっと、三十八ぐらい。相当離れてるね。年だから。一回り違うってことか。 はいわかりましたまあおめでたい話でで俺は5日6日7日と熱海のホッ掘テ小屋に一人で行ったんだそう人で偉いね寂しかった寂しかっただろう日本行かないっていうのはもうなんで行かないこと知らない行きたくないんじゃないのだってあそこはね温泉も引いてあるし温泉もある山の上だし景色はいいしバラックだからなで 寒いんだよ寒しくて寒いよなあそこなえ暖房もなんか大変だよな大変じゃないよちゃんとつければ暖房なんてそれであどこどこのお店行こうとかねいろいろイメージをいっぱい持ってああそこ行こうかなって一人だからねお店を考えてまあ5日は4時ぐらい熱海に着いて 今日はお店行かなくていいやと思ってそのままんかつまみをね幕の内弁当のお好み弁当みたいのを買って駅弁みたいのを買幕の内弁当のお好み弁当うん駅弁ねそれは分かりづらいねいやいやお好みのなんかつまみがいっぱいあるような弁当買ってチーズ買ってよし今日は一人であのね てう明日こそお店行こうってねで明日の朝の5日だから6日の朝の朝ごはんはコロッケパンと白身魚のパンを買っておいたから橋本で美味しい店があってそれを買っていって。 これは明日の朝だ朝ただ一人で一人で。飲み物は何牛乳とかあるのいや日本酒とか牛乳も買って行った朝から朝日本酒飲まないし朝飲まないよ日本酒も買って行った朝何飲んだんだ牛乳だよ本当何か飲まないよ朝からいやそうです牛乳なんか飲むかそうか牛乳とパワーじゃあ次の日ちゃんと朝 コロッケパンと牛乳、うん、またコロッケパン <laughs> またじゃない買ってっ,とったって話だお前はバカだねお前ね買ってって食べたのが6日で買ってったのは前の日だよだから <laughs> じゃ <laughs> 5日に買ってってどこで 橋本って言っただろ <laughs> 橋本に美味しいパン屋さんがあるぜ橋本ってどこだよ橋本っていうのはね、今度はあの新幹線のリニューアルが止まる駅なんだよ。リニューアルが止まっちゃう。そうだよ。相模原市ですかね。リニューアル。リニューアルじゃないのすごいスピードの電車。 うんリモートカーみたいな。リニアモーターカー。リニアモーターカー。あれ動いてんのまだだけどこれからなんだけど橋本の駅に止まるんだよもううちからはもう多摩センターから7分ぐらいリニアモーターカーが橋本に止まる乗るのだから生きてないと思うよ止まる頃じえそんな先の話 ?10 年先じゃないだってあれうまくいってないもんね静岡のうそね。 それでどこまで話してんだ朝は牛乳とコロッケパン食べてコロッケパンとなんだっけえコロッケパンと白身魚のパンがあってそれは食べてない食べなかった取っといたあもっったたいな次の日だと思ってあ次の日もうそんなに朝はそうなんそんなに食べないからねそうだねそれでまあお店に入って食べてでゆっくりしてもう昼11時半ぐらいから飲み始めてはい ねうん、これが、うん、まあ飲んでビール飲んで、うん、日本酒飲んで、うんうん、でつまみがないんであんまり、うん、もう買ってこないからいお店行くつもりだったから、うん、ああそう魚のフライのパンつまみそうなんだよ 情けなかった。パンから魚を取り出して、それをつまみにして、寂しかった。つまみながら、うまかった。聞いてるだけで俺も泣きそうだもん。もう聞いてるだけで。パンはね。パンはつまみにならない。ところがね。パンはつまみになるんだ。パンもつまんだ。これ魚とパンを別々どうしたの？泣き始めたんだよ。あまり悲しくて。 つまみとパンはちゃんと分けて魚とパンを分けて出しちゃったの中だからパンの中から白身魚だ分解しちゃったのつまみだもんねあこっちつまみ分かるけど出した方の残ったパンはどうしようかなと思うそれもまたちぎってつまみにしたパンはつまみになるってことはその時分かったんでものすごい寂しいけど。 そうだろう。一人でね。パンつまみにお酒飲んでんだよね。なんか知らないけど気持ちは涼めになったみたいな気持ちになってんじゃないかなと思った。驚いて。鳥感がそれで結局もうどこにも行かずにあら帰った。帰って俺電車で行ったからね。まだ向かいでしょその話。向かなの？だ向だからお店行かずに。 だらだら飲んで、うん、で7日に朝い意外と早くにで腹ペコで7日は腹ペコ6日6日は泊まったの6日泊まったよ6日は食ったのはそしたらあれじゃんそのなんかパンところがグラタン買ってったんだねに先に言えよ 先にで、いいでこれがあったから、お店行かなくていいやと思っちゃったんだね。グラタンってどんなグラタンチンスンのなんかわかんない。ジャガイモの入った冷,冷凍の。うん、いや、俺のところね、すぐ出かけか十20分かかるんだよ、街まで。うん、遠いんだよ、意外と車呼んでも。 どこの,うちの話して別荘,別荘から街に行くの20分山の上にあるからそ,そりゃ別荘はそんな隣にコンビニはない,ない方がいいでしょうだってまあそうなんだけど、うん、まあでも電車で行ったらそこは歩かなくちゃいけないってことかそう歩いてはいけないけどバスとかタクシー呼ぶんだけど、うん、タクシーがねまたね、うんうん、呼んでもね、うん 俺のうち見つけられないんだよハイみたいななってるから別荘の形してないからなうるさいなここですって待ってなきゃこれからが面白い話なんだよ次の日もう何もお店行からずにもうもなんか食わない状況ないと思ってお腹いっぱいあのアメリカの夜もうグラタン食べちゃったの食べちゃった七日にお店行って 昼、お腹ペコペコで、お昼に、アジフライ。定食を食べた。で。うまかったんだけど。さあ、ここでお時間です。きらら教授、また来週もよろしくお願いします。明日のこの時間、頑張れるやのお二人の。登場ですお知らせの後、交通情報です。でも、缶詰やったから、缶詰。